はようございます。いよいよこの日がやってきました。どうですか、緊張は？結構緊張してますあれ、なんか神宮の時ももちろんちょっと緊張したしだったけど、なんかやっぱね、すごく私の育った場所というか、今の私はこの球場あってこそ今の私があるので、思い入れがすごいんですよ、はい、緊張してるえ、どうしよう、私こうなっちゃったらどうしよう、本当に。今日なんと超満員ですよ。チケットも売り切れております。そうなんだ、はい、その皆様の前で今日投げるんです。緊張する、ごめん、緊張するしか言ってないけど、でもね、すっごく楽しみです。もう本当に仙台で投げたいってずっと言ってたから、それがもうとうとう叶うということで、はい、頑張ろうと思います。で、今日今からまだこの後、はい、ラジオの出演があって、その後ステージのイベントもあるので、そちらの方に今から行こうと思います、はい、で見てみて、おお、AK です。なんで10なんですか？楽天の3ナンバーです。おお、はい、ファンの皆さんも思いを背負って投げるんですね。はい、はい、そうです。頑張りましょう。頑張ります。さて、ラジオシングルスをお届けしておりますよ。お届けします。さあ、この時間はゲストを迎えしております。はい、AK レーシング総代理店テックウィンド株式会社の木村守さん、そして久しぶりの登場でございます袴田綾江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このステージに向かいますんで。お疲れ様です。お疲れ様でした。やっぱラジオ楽しいっすね最高です。ちょっと緊張が和らいできたよ。次は、次何ですか？次ステージイベントがあります。はい、このまま、このまま行く感じですね。そうですね、はい。さあ、そして今日始球式を務めてくれます袴田さん、始球式への意気込みを改めて。はい、本当に私はここの球場が原点というか、ここに育てていただいたような思いもあるので、本当に皆さんにこう感謝の思いも込めて、いい一球投げられるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、お疲れ様です。あとはちょっと着替えて投げるのみです。頑張ります。ありがとう、前回座っちゃってごめんねありがとうさあ、今日は AK レーシングナイターということで、ちゃんと球場内に AK レーシングのブースがあるんですよ。で、いろいろと座ってみたりできるようになってるんですけど、いつもね、美女がいるんです。ちょっと AK レーシングガール、めちゃくちゃ可愛くないですか？ちょっと私なんか横に映りたくないぐらいな、ね、本当これがイーグルスのカラーの AK レーシングチェアです。寝られます本当寝られるぐらい座り心地はもう最高です、はい、で、こういう風にちょっとありがとうございます。めっちゃ可愛い。で、こういうなんか高級感ありますよね。で、これかっこいいね、これもね。いいかっこいい。オフィスとかにもこれすごい使いやすそうですね、これね。で、今日は楽天対ジャイアンツということで、ジャイアンツカラーとイーグルスカラーが並べられております。ぜひとも私も AK レーシングおすすめです。さあ、小山さん、はい、練習です。はい、今回はちょっと練習ができるということなので、このグリーンフィールドでキャッチボールさせていただきます。今のいいな。左で左で。そう。いい。ナイスボール。ああ、いいだ。でもコントロールは完璧ですよ。一回持って。そう。ほら来た。よいしょ。皆さん完璧ですね。完璧っすね。練習は完璧。前より良くない？ジェーンの時より全然いいよね。いや、だってこの間球場で練習した時さ、投げすぎてもうコントロール効かなくなっちゃったから、今のいい感覚を覚えておく。切れとか大丈夫ですか？走り込みとか。
ょっと走っときます。ちょっとだけ。じゃあちょっと体温めとく。温めとく。でした。終わりました。ちょっと感極まってやばいです。なんか終わった後はちょっとまあバンバンになっちゃったので、あ、ちょっとなんか悔しいなとか、あのなんかそんな思いだったんですけど、なんか終わって今なんかすごい感動してます。あのさっき広報さんの広報さんになんか毎日始球式見てるんですけど、そのやっぱりなんか袴田さんがマウンド行った時とか、こうお客さんの空気がいつもより暖かかったですって言われた瞬間にもうなんかもう嬉しくてわーってなって、もう今はー鼻水がこれは心の汗です。でもやっぱこの場所で投げれたのが良かったんじゃないですか。本当そうですね。本当に幸せでした。なんか仙台にいる時じゃなくて、そのもう仙台を去った後にそれでもまたここでできたっていうのがすごい嬉しいし、はあ、よかったね、はあ、やっぱり私今日いつも以上に緊張してたんですよ。球場外にいる方も袴田さん緊張してませんって言われたりとか、投げる時にこうなっちゃったらどうしようとかすっごい心配するぐらい結構緊張してたんですけど、でもフィールド降りたらやっぱりなんかこうスッと記憶が戻ったというか、あ、やっぱなんか慣れ親しんだ景色だなと思って、すごい落ち着いて投げられてたかなと。魂込めて投げましたけど、こもってました？こもってました。振りかぶった時が一番魂。ちょっと振りかぶってちょっとぐらついちゃったからね。あと一つ、私なんでマウンドの後ろから投げたんだろう。なんかね、踏むのちょっと申し訳ないなというか、ちょっとずらして投げようと思ったの。そうしたら普通さ、ちょっと前行ったりするじゃん。なぜか後ろから投げたの。だから多分住谷選手のちょっと手前に落ちたの。あのすごく幸せで感動してるけどちょっと悔しい。また機会あるかな。またでも機会をいただけるようにお仕事頑張りたいと思います。本当マウンド上がったら正直ね何も聞こえなかったの。でも広報さんにすごく温かい拍手をいただいてた、なんかありましたよとか言っていただいて、やっぱり私の第二のふるさとだなとは本当に思ってるので、あ、また投げてきた。また投げてきた。本当に東北の方温かいし大好きな土地だなと思いました。あ、これ永遠に泣けそうだ。ありがとうございます。ありがとうございました。